羊の群れに品種を問わず発生するランダムな現象です。オブジェクトの影響を受けた羊たちは生命活動の鈍化や完全停止生殖能力の喪失体温の低下水分子への痴漢といった異常に見舞われますこれらの異常によって羊たちは徐々に蒸発するようになり10日後には群れが一つに密集して完全な気体に変化します形成された気体は空へと上っていき最終的に現在定義されている運形のいずれかとなります